前どうしたんだよ。ならいいけどよ、あんま無理すんなよ。しんどかったらすぐ言ってくれ。別になんもねえけどよ、ただなんか調子狂うなと思って。お前が今何を考えてんのか全然わかんねえ。いつもなら口の動きでお前の今の気持ちがわかるんだけどよ、今日はマスクで隠れてるから表情が半分くらいしか読めねえつうか。風邪でもしかしたらきついのかもしれないし、でも口が見えないと俺にはそういうのわからねえし、だからお前が本当に大丈夫なのか心配で。そうだな。なあ、ちょっとだけでいいからマスク取ってくんねえか。お前の顔全部見てえんだ。なんでまた戻すんだよ。お前の弱っちいウインク程度で風邪がうつるかよ。わかった、じゃあキスさせろ。キスするときはマスク外さないとできねえだろ。はあ、頑固なやつ。俺は大丈夫だっつってんのに。ま、頑固はお互い様だけどな。今日のところはこれで我慢する。